ような形なので、はい、まあ、少しどちらもその中盤でギャップが出る可能性がありますね、はい、縦に入れて奥井抜け出した、今度はどうか、中入れる、ファンバー、ついに追いつきました。狙っていたところ、ついについにこじ開けました。最後は奥井からファンマー、1対1の同点。まあここも完全にそうですね、あの裏取りましたし、まあここは最後よくしっかり、はい、まあ、何度もここは合わないシーン多かったんですけれども、今回はねしっかり合わせ切りましたし、まあ本当ずっとストロングだったポイントをね最後やりきって点取りましたし、まあ、山口としては何度もね同じような形がやられてたので、少し試合の中で修正もできたんじゃないのかなというところはね悔やまれますけどね。